いいお天気で中京競馬場第一レースを迎えます。芝コース、ダートコースともコンディションは良。スタートしました。イダス、名村アッパー、8枠両頭好スタートを切っていますが、10番名村アッパー手を伺いますが制していく。5番バンブーカッサーノ、さらに8番ナイルエクスプレス、まずは先頭に立っていきます。押して5番のバンブーカッサーの前へと追い上げていって、2頭を見ながら10番ナムラアッパーは3番手につけました。そのうちから7番デクラレーションが4番手、うちから並んでいく4番キエレメムーチョ5番手です。その後ろ中段から上がっていった9番アメージングゲイル、その後ろからは3番ゾナパラ、6番シゲルクシロ固まって3コーナーカーブへ入ります。後ろの3頭、2番上昇キラー、1番タガノロマリア、最後方に11番イダスという展開です。3、4コーナー中間にかかります。前は2頭並んでいます。5番バンブーカッサーノ、8番ナイルエクスプレス、3、4コーナー中間、わずかにここでナイルエクスプレスが外から出ました。この2頭を見ながら依然3番手に10番ナムラッパーが構えています。先頭まで 2,3 馬身の圏内、外からアメージングゲールが接近してきて400を切って直線に向かいました。ナムラアッパーが前に並んできます。内はムチが入ったバンブーカッサーノ、その後ろから追い込んでくるアメージングゲール、内を救って追い込んでくる4番キエレメムーチョ、坂を登ってきます。ナムラッパー先頭に立って200を切りました。リードを1馬身取ります。2番手争いは内から追い込んでくるキエレメムーチョ、真ん中からは8番のナイルエクスプレス、さらにその後ろからは9番アメージングゲールですが抜けました。10番ナムラッパーゴールイン。